穴の地で。むく子供たちと一緒に種をまく。学校のそばにため池ができたため、水不足の寒気でも水をやり作物を育てられるようです。試験農園にまいたのはかぼちゃ、とうがん、ゴーヤ。雨だよ、外出れないの。この村では青くて硬いトマトしか育たないため、甘くて真っ赤なトマトを食べたことがない。日本の野菜が育てられれば町で高く売れる。50年、50年前の日本と同じ状況ですよね、こっちはね。終戦直後の日本を立て直した農業の技術でカンボジアの厳しい環境に挑む。果たしてこの大地に作物が育つ日はやってくるのだろうか。ねえ、